南口改札口ホーム小田急相模原駅は、神奈川県相模原市南区南台3丁目にある小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は O29。駅の開業当時、町村名としての相模原の名はなかった。しかし、相模原群と計画など相模原の呼び名が定着しつつあったこと、また、開業当時の駅の所在地であった大の村では、 周辺町村との合併計画で、新しい自治体名に、相模原が有力となったことから、相模原が採用された。その後、現在の東日本旅客鉄道横浜線に、相模原駅が開業したことから、小田急相模原に改称された。利用者などからは、小田佐賀と呼ばれ、2014年から毎年10月に、開催される小田急相模原駅北口のお祭り。 小田佐がロードフェスタ2個の名称が使用され定着している。当駅は小田原線では唯一、小田急を関する駅である。また1974年に多摩線の小田急長山駅が開業するまでは唯一であった。また、本駅は相模原市域南端に位置し、JR の相模原駅は相模原市域の中央部に位置する。二つの駅は直線距離で、 約9キロメートル離れている。また、小田急多摩線の延長計画に記されている、相模原駅も、本駅とは異なる JR 相模原駅にできる駅で、ある。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。京上駅舎を有し、ホーム会へはエレベーター、エスカレーターを設備している。各ホームでは、エレベーター設置工事が進められ、2007年2月24日に、 上り、下りホーム、南口のエレベーターが使用開始となった。同年7月14日に仮北口通路が閉鎖され、2北口通路が開通した。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下表の通りである。近年、駅周辺は相模原市の地域の拠点、座間市の地域の拠点として積極的な再開発が行われ人口増加しており、 相模大の東京、横浜などのベッドタウンとして急速に都市化している。東駅南西に踏切があり、その先は座間市となっている。東駅は相模原市と座間市の市境に位置している。駅北側には県道町田厚木線が通り、国立病院機構相模原病院方面に向かってサウザンロード相模大商店街が形成されている。南口付近は 松が枝町付近に商店が広がる。1960年代より、鶴が丘団地等の開発が始まり1970年代には、ピークを迎え、相模原、座間両地域に広範囲な住宅地が形成されている。北口、南口ともに、多くの飲食チェーン店がのを連ね、特に南口はラーメン屋が多くなっている。現在は、浅見土大 新磯の地区整備推進事業が駅周辺地域で行われている。また駅北口は再開発が行われ、2005年3月24日には北口の駅前ロータリーが閉鎖され、東側に仮設の駅前広場とロータリーが移転している。北口旧広場には地下4階地上を20階の再開発、楽ある小田佐賀が建設され、2007年12月2日に開業した。 続いて、行行道路の北側に、商業施設と居住施設を備えた、地下1階地上29階の再開発ビル、ペアナードオダサガが建設され、2013年10月10日に開業した。小田急相模原駅や楽あるオダサガとは2階部分で、県道横断デッキにより接続されており、歩行者は、県道町田厚木線を横断することなく両施設を行き来できるようになった。 2018年3月にネーミングライツを導入し、両再開発ビルの管理組合が市と契約を結び、楽あるペアナード・オダサが歩道橋という愛称が付けられた。これらの開発の評価については、当初の目標は概ね実現されたという評価であり、駅周辺の利便性は向上している。さらに駅北口の行行道路東側では、小田急相模原駅前西地区第一種市が位置。 再開発事業が進められ、再開発ビル、リビオター・小田急相模原が2019年1月、完成した。なお、リビオター・小田急相模原の2階と、ペアナード・小田佐賀の2階との間にも、県道を横断するデッキを建設する計画が、リビオター・小田急相模原の建設段階からあるが、リビオター・小田急相模原が、ザマシ川にあり、ペアナード・小田佐ガは、 相模原市川にあることから漁師で調整中ということになっている。楽ある小田ダサがペアナード小田佐賀・オダサがリビオタワー小田急、相模原コモンズ様北口広場北口にバス乗り場がある。神奈川中央交通東により以下の路線が運行されている。神奈川県鉄道輸送力増強促進会議は2006年度小田急電鉄向け要望書にて当駅に ラッシュ時間帯の急行停車を要望している。これに対し、小田急電鉄は、急行の速達性を損なう、ということから、停車の計画はないとしている。これは、東林間駅とほぼ同じ理由である。ありがとうございます。